やってる？あ、やってますよ。やってないのか。やってん。チャンネル。はい、どうも、アバタケチェスト、あさとよつきでございます。そしてクルシオチェスト、天元ゆきでございます。はい、よろしくお願いします。いや、薩摩風月面白いってさ、結構今見てるのよ。はい。で、今回が、2023年の、2月じゃなくて3月の4日です。ですじゃない、その日にですね、まあ、ちょっとまた天元さんの買い物ということで、またなんか買ってきましたみたいですわ。はい。で、そちらが、こちらになります。はい、はい。HG、機動戦士ガンダム水星の魔女、144分の1スケールの、ガンダムルブリスウル、こいつがですね発売になりまして、天元さん買ってきたというわけでございますよ。いやー、これすごかったよ。だってウルトラリアなんだぜ。あ、まあウルでね、ウルトラリアなんだぜ。いやー、ガチャ俺買ったね、ウルトラリアだよ。いやいや、 SSR が出てくるかもしれない。いや、天元ももう SSR 全体が出てから、ウルが出てたから。ウル。はい。っていうのを、これがね、3月10日にちょっと発売されてね。はい。情報の時からね。はい。この機体めっちゃ欲しかった。ディランタの次ぐらいに。なんで？だってガトリングついてんだぜ。本体じゃねえのかよ。本体もだけどさ、ごっついんだぜ。ごっついけどさ。あとね、アニメ見たんだけどね。はい。よいしょ。地球産のガンダムらしいんですよね。この人、俺ソフィーさん好き。ほう。ソフィーさん好きなんですよ。ミカネの次あたりに。一番はミカネと。そうだね。いや、一番はディランザ。人じゃねえのかよ。です。はい。はい、反スペーシア組織。フォールドの夜明けに派遣されたガンダムルプリルスールのパイロット。自分の本能に忠実で、ちょっとすいません、それで要求を満たすのならば、武力を厭わない。自分たちと出自の違う魔女スレタとイアルに関心を抱く。いやアニメ、再放送、もう再度見るときはね、この人注目してください。なんで？かわいいじゃん。まあね。でもで、こっから天元が今ここで組み立てていくわけと。え、組み立てないよ。組み立てないのかい。いや、まあここで組み立てるときついわ。で、武装とかはこんな感じです。うん、ガトリングポットと、で、なんかウィングみたいに開くのと。フェーズアレイキャノン。キャノンって言ってるけど、ビームが出るんかね。確か出てたんじゃないの。出たんか。なんか、トランザムっていうような感じで、パーって開くようなだけやった。いやいやいや。東方風の名のもとにバカーンっていうゴッドガンダムみたいな、あの感じの。おい、それ違う。で、一応ビームサイバーシールの中に入ってるみたいですね。へえ。シールド？え、ちょっと待って、シールドどこにあんの？シールド、あ、これ？っていうことだね。うわ、取り出しづら。まあ個人としてはね、うん、まあこの色も好きなんだけど、天元カラーでもある赤色。黄色と赤色。え？マヨネーズ？いや、緑と黄色だろ。わさびとマヨネーズ。あ、わさびマヨね。うん。じゃなくて赤にします。赤に塗装する予定なんでね。へえ。赤に塗装して、やろうと思ってるんだけど。うん。なんだろう。レパルトデストロイみたいな感じになりそうで嫌だなっていう気持ちがちょっとある。まあ確かにね。うん。で、なんかカラーリングもね、レオナルドっていう、なんかベルトファイターズ編にできたあれとなんか色が似てるような気がするんですよね。ああ、いや、でもそこまで緑じゃない気がする。まあまあ、あのちょっとパーツのね、成型色がどんな感じかは、うん、まだ開けてないから分かんないんですけど、
まあ、もし一緒だったら、まあ、混ぜてもありかなと思ってはいるんですよね。まあ、まあ、一応あの天元宅には一応いるんでね。いる？いるんでね。ああ。あの存在はしているはずなんでね。バラバラってと思うけど。ちょっとスリさあの 30mm とちょっとパーツ交換とかいろいろして遊んでたから存在はあるはずなんですよ。うん、現金はないけども。はい、じゃあちょっと開けていきますね。はい。今回は何ナーパーツ何枚なんだろう。おっしゃ。いや結構似てるぞ色。似てるな。ライナーが1、2、3、4、5、6、7枚か。ナーツですね。でホイールシールととなってます。で説明書が入ってます。うん。まあ多分書いてるのは一緒ですね。うん。よいしょ。で設計図です。うん。設計図です。かっこいい。てか水星の魔女で初めてガンダムタイプ買うな。そうだね。うん。今のところガンダムタイプ買ってなかったもんね。エアリアルとか、うん、ファラクトとか。細すぎてなんか嫌なんだよね。でこいつはごついからね。うん。やっぱガンダムはごつくてなんぼよ。うん。機体はごつくなんぼよ。いやもうちょっとごつい鍛えててほしいよね。いや、まあ、今後出るんじゃない？うん。最初はね、あのちょっとこいつなんですけども、名前ちょっと鍛え目忘れたんですよ。すいません。え、こっちもルブリスのなんかじゃなかったっけ？うん、なんかだと思うんだけど、最初ねこれ上半身だけ情報あの見てたんですよね。うん。あこっちもごついからいいな。どっちで買うか悩むな。足細っ。あまあねこっちは細いもんね。うん、細い足は嫌だ。ごつい足がいいんだよ。こんなごっつい足がいいんだよ俺は。ゆくゆくはねやっぱりねもうミサイルポットとかね入れてあげ入れたいなという気持ちはあるけど、確か設定上では実弾系はもう NG なんだっけ、世界線的には。そうそう、環境汚染になるからって。うん、だからしいけど、だからミサイルポッターはちょっと使いづらいなという気持ちはあるんだけども、こいつ実弾使ってるからまあいいかという気持ちもあるんだけどね。まあいや、やっぱガトリングついてる機体っていいよね。いやまあ、うん、いや俺も好きだけどね。たださ、ちょっと個人的にはしてもまた悪いけどさ、ガトリングついてるんだからここのマガジンについ一体型じゃなくてさ、こうニョっていうのは伸びてるタイプがいいんだよね。あ、まあ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 、あれの正式名称ちょっとわからないんですけども、うん、バックパック積んで、あのちょっと伸ばして、あの無限撃てるぞ、ほぼ無限撃てるぞっていうような機体にしてほしいんだけどね。もしくはもうなんだろう、まあ、このスカート部分にこれの予備が入ってるとかやったらもっと良かったんだけどね。あの戦って最中にこうガッションというのがリロードできるっていうのはもう最高だったんだけどね。見た感じ予備も持ってそうないからね。一時帰還してなんか補充せなあかんという、あれなんかシールドになんかそのやついたよな。まあ、うん。すぐエネルギー切れになってな、カラミジとかあの辺のやつらとか思いながら思うんだけど、やっぱいいよね。ただ気に入らないのがね、ちょっと、この、リアンの部分。やっぱりパクパク、弾を入れるパクパクにしたいなという気持ちがあるね。こんなハイテクな装置はいらない。弾で十分。もう何、陸戦ガンダムとか EGA とか背負ってるバックパック、あの箱をつけるかって思ってるぐらい。ああ。でもこれないとさ、なんだろう。ガンダムの特有のあの装置使えないんだよ、確か。名前忘れたけど。ん？ガンドフォーマット使えないんだよ、確か。いや、ぶっちゃけガンドフォーマットもいらねえんだけどな。いや、いるんだけど、いるんだけど、いらないよなっていう気持ちがあるんだけどね。いや、でもほんまにね、色合い的にね、もうちょっと青いかなと思ったんだけど、意外と落ち着いた色で。うん、緑っぽい。うん。本当に、リオナルドみたいな感じになってるからね。うん。これは互換性あるぞ。リオナルドと。ちょっと組み合わせてやろうかな。まあ、多分やれんことはないと。ガトリングポットを2つつけるとかさ、3刀流
ビームガトリング2つに普通のガトリング2つに、いやーエネルギー切れ速攻ごっそで、これのアンテナを壊さなきゃいけないんだから試合形式だとしんどいよな。あ、そう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 、まあ、確かねこれ発売される時はね、うん、このビームサーベルあるじゃないですか、これ今青なんだけど完成の夏は、うん、でも開発途中はねこれなんかピンクのビームサーベルだったんですよ、ね、あ通常のね、うん、なんで色変わったんだろうな、さあ色合い的なイメージなのかな。でなんかこれとなんか合体するからどのかの自販車が聞いたんですけどね、うん、まあ合体しそうな雰囲気はあるよね。私の相棒は凶暴ですってあんな感じの合体かな。こいつの上にこれが乗ってるやつは行きたいかな。いや逆か、これの上にこれが乗るのかな。いやこっちのウルは下半身部分じゃないのって俺は思うけど、下半身取り除いてこれをガチャッとあ分離があったり、分離合体パーツ交換、うん、G シャークそれ分かる人いるの今。いない、多分いない。俺のパーツ使えとか言いながら言い出しそうないやこっちはあのでっかいビーム砲みたいな感じなんですけど、やっぱりガトリン、やっぱり弾数だよね、弾幕だよね。いや一撃必殺でいいと思うけど。いや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 、やっぱ弾幕よ、ダムが大丈夫。だってこれ撃ってやで回避されて撃たれ、あの接近されたら終わりなんだぜ。だったら当たらなくてもさ、当たらなくてもいいからブワーって撃ってさ威嚇した方がいいじゃん。いやあとさ弾の無駄遣いって最高だよねいや無駄遣いは良くないよ、楽しいけど弾の無駄遣いガナム地球を汚す環境に悪いガナムそれがガンダムルブリウスウルトラレア。ウルトラレア言うなウルトラレアですよ。はい、以上買ってんのはこんな感じです。はい、あれ確か同じ発売日にレーザーレーズ、えレーザーレーズレーザーっけ、レーザーレーズバックルとか、あれテゲさん買わないんですか。あのちょっとそれでね一緒に買う予定だったんですよ。はい、予定だったんですけども、あの並んでこれをね、実はこれ朝開店前に並んで買ったんですよね。はい、でもう一つ列あって、なんだろうなこれと思ったら、レーザーレーズバックルって言って、あやべ、とりあえずこれさっき買って速攻行くぞ、ないベルト部分しかない。まあベルトパーツはね、あと金工場の剣しかない。まあね、もう聖剣ソードライバーの型再利用っていうような感じだけど、でも諦めてこれだけ買ってきました。ほんの言うとこれ、ほんとだこれもう一つ買って、このガトリンボットを二つ持ちしたいんですよね。気持ちはね。でここのパーツの部分をねもうちょっと左右に付け入れたらいいなという気持ちはあるね、うん、そしたらバランスがいいなという気持ちがある。いや左右非対称っていうのもまたいい味を出すのよ。いや分かるんだけど、分かるんだけど、それだったらなんかメカランチャーもう片方につけようぜっていう気持ちがある、うん、いや最終的にそうなるんじゃないの。なるよね多分そう、多分そうなるんだろうな、うん、うん、はい、以上買ってきたものとはこんな感じとなってます、はい。で、ちなみにまあ、放送日的には昨日になるわけなんですけれども、はい、私たちある場所にですね、まあ、こっそり行ってきたわけですよ。はい、ある場所とはどこだ、どこだ、お答えください、どうぞ。奈良県ですね。奈良県の唐子遺跡で、まあ、やっていたイベントにですね、ちょっと我々こっそり参加してきました、まあ、こっそりっていうか参加っつっても客として行っただけなんですけどね、はい、そちらがですね、第2回、キッチンカーグランプリ in 唐子遺跡遺跡公園という、まあ、イベントにですね、ちょっと参加してきたわけなんですよ、はい、参加っていうか客として行っただけですけど、キッチンカーグランプリ行ってきました。はい、いやチビラが多かった、犬も多かった、人も多かった、でもガンダムはいなかった。まあね、
で一応ね、まあ、そこ行ってね、まあ、天元はまあニュースでねこれやるよってあるから、あちょうどいいじゃんこれ行って行こうと思って行って、 ある人には何も言わないで連れて行ったんですよね。私ですね、うん、何かなと思ってでてっきりレーザーレイズライザーを買うのかなと思ってたら、なんかカラコ遺跡向かってんな、入ってったな、何するんだろう、なんかイベントで人だかりがあるな、なんだって思ってたら、ああイベントやってるのねってなったんですよ。いやイベント嫌いのこいつをねどうで連れて行こうかすごい悩んでたんですよね。いや別にそういう催し物とか好きよ、あのオクトーバーフェスとか行くし。えオクトバスイベント何それ。オクトーバーフェスね、ビールのまあフェスか。何タコさんそんなに買って楽しいのタコさん。いやいやビールいろんな国ってか、まあお店でいろんな種類のビール出してるのと、まあフランクフルトが楽しめるお店、まあ屋台だけどね。ああ屋台引っ張っていったんかお前。俺は屋台引っ張らねえよ。あそうかそうか、お前は引っ張ってもらう方も。なんでだよ。引っ張るのは多分雪風かゆいはかあの二人のどっちがかな。どういうことだよ。反射の犬、反射の犬で、ね、ちげえよそれ。あいつら犬でもなんでもねえわ。犬でもねえな。むしろ犬より怖えやつらだあいつ。犬の方がまだマシっていうレベルだからな。何をイメージしてんのかはまああえて聞かないけどさ。多分画像出てきてんじゃねえかな。いやえだ出せと。俺多分ダダ流しにしてるだけだったと思ったのに。今夜は徹夜かな。ね、今日は寝かせないぜ。キラ。ちくしょう。まあそこ行ってきたわけですよ。はい。で一応ねいろいろな全国からねキッチンカーで出る、まあ、食べ物さんほとんど食べ物さんですね。食べ物さんしかないんですけどね。まあね、うん、キッチンだからね、うん、キッチンでガンダムとかなんか変なやつびっくりするよ、うん、逆に見たい気持ちもあるけどね。まあはいはい、キッチンカーガンプラショップだよ、買ってきたガンプラ私今が僕が作ってあげるね。はいじゃあ来年来てね。いかんな。いや作るのが楽しみなんだからやめてくれよ、うん、でとりあえずねそこでね、はい、僕ら最初にまあ色まあちょっと食べてきたんですけどもあれ映すの。映さないんだけどとりあえず食べたのがチーズステーキサンド。はい私はちょっと違うの食べましたけどね。はいまあ肉とチーズがたっぷりかかったサンドイッチですね。まあそうですね、うんまあ一人若干なんか変なもん混じってるんですけどね。変なもんって言うなよ。ちゃんと食いもんだよ。え、食いもんじゃねえ。あのもん毒だよ。なんでだよ。ハラペーニョ入ってるだけだろ。毒だよ。毒じゃねえよ。俺からしたら毒だよ。いやいやいや、たかがスコビル値8000クラスでしょ。毒だよ。毒じゃねえよ。毒だ。そんなに辛くないし。を買ってきました。で、その後にまあ、もちもちポテトと、ハコビーやったかな。え？ケバブと、買ったんだか。ハットグね。ハットグか。運び。なんだよそれ。箱に入った蜂。いやなんで蜂なんだよ。運びだけにな。はい話をそらしました。はい。まあそれを買って食べました。はい。まあこれはね、まあケバブは多分天元は買ってないんですけども。はい。私食べましたね。辛かったですか。いや全然。多分オーロラソースだと思うよ。いやケバブってチリソースとヨーグルトソースだと思うんですけど、まあ、もしくはミックス、まあそこでガンダムシード好きだったら、まあ、カガリ派になるかバルトフェルド派になるかそれともキラ派になるかっていう感じだったんですけど、チリソースがカガリだったっけ、でヨーグルトソースがバルトフェルドでミックスがキラっていうような感じで、まあ、派閥争いがあるわけなんですけど、オーロラソースだったんで、あミックスと見せかけたまた別のもの、あじゃあミックスのパチモンかカナードパルスかなっていうのをまあ私言ってたわけなんですよね。うん言ってた。まあ分かる人は分かるネタ、これは分かる人は分かる、分からない人は全く分からないがググレ、GGRKS ググレカスっていうやつですね。わカスって言ってる、それまた同じネタ言ってるよそれ。はいのをまあ買ってきたわけですよ、はい、で、まあ、その後にねもうちょっとデザート的なもん買おうかなと思って、うん、まあこれ行こうとイベントのまあ
行こうと思ってた狙ってた商品があったんですよね。はい、あのいちご飴、はい、これ奈良県の橿原にあるリアルあのある店なんですけども、いちご専門店みたいな感じですね。いちご使った専門店みたいな、うん、でめっちゃうまそうに見えたからね、うん、あの買って食べたわけですよ。はい、めっちゃくちゃうまかった。あれはあめっちゃくちゃうまかった。あの甘いもんが苦手な柚月さんでさえ食えたからね。まあ食えたね。いやまあいちごは食えるからね、うん、え何よいちごは食えるよ。生クリームが一番苦手なだけで食えるよ。だってなんか俺あのすいません天元のイメージだとね、パクキッ1月に出てるからピなんでだよ。ピしてねえし、なんかそういうイメージあったんだよ。なんでだよ。なんかケーキかぶりついて果物好きですよ。ピッ1月に出てたくそったれ。なんでだよ。いやペってやってねえよ。イチゴがメインなのに1月に出てたくそ、せっかくの美味しいもんが台無しでいいから。どんなんだよ。そんなイメージあった俺。ないよ天元のイメージは。そんなのはありませんよ。だから天元好きだからね。天元買うって言った時にね、うん、やべこいつ食えねえんじゃねえか。多分次食うけど、多分いちごペッ、いちご入ってるかペッってなんかどんなんだよやるよなと思って思ってね、ドキドキして見てたんだけどね。いや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 、まあ食えてよかった。ペッてしなくてよかった。食えるよ食えるよ。いやペッてするんだったら買ってねえし、もともといやわざ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 天元に合わせてくれたんかなっていう、そんなどんなんだよ優しい気持ちがあった。反面、あこいつペースするために買ってるのかなと思って。どんなんだよそんな金の使い方しねえよ。ブルジョアメ。ブルジョアすぎるだろそれやったら。いやブルーじゃねえな、イチゴだからレゾジョアメ。いやあの黒担当、黒担当、赤担当、赤担当。君はね、うん、辛いの食えないのに天元赤担当やめます。なんでだよ。黄色担当になります。黄色はネグジェだな。剥ぎ取るか。剥ぎ取るな、剥ぎ取るな。剥ぎ取ってあいつにあのメタルメタルカラーずっとそうしよう。あの追加戦士みたいなことしやんといて。メタルホッパー。そっちかよ。強化アイテムやないか。メタルクラスター。やったかな。メタルクラスターホッパー。暴走すんでやべえ。ケイムとせんの暴走すんでやべえ。やめろ。剣という名の甘と甘いもんなんか戻さんな、暴走すんだ。まあ確かにみんなの思いの詰まった甘いもん。みんなの思いの詰まった甘いもんどういうことだよ。なんだろう。なんだそれは。生クリームかな。あ俺無理。いやまあそれをかそれをそれあのぶっちゃけ天気はそれ目当てでね、うん、行ったわけですよ今日は、うん、いや勝手正解だったね。言っちゃうまかった。てか、うん、前食ったもんが重かったからね。まあね、チーズチーズ揚げ揚げやからね、うん、野菜食えよって言うんだけど野菜は売ってないからね。いやケバブ上は肉があったけど、あの肉を蓋にしてキャベツたんまり入ってたから野菜は摂取しましたよ私は。電源野菜摂取してない。おいおい野菜は大事ですよ。電源野菜嫌いペッ。おいお前がペッしてんじゃねえか。まあ実際やった瞬間天元吊るされるんですけどね。まあそうですね、あの一応農作家なんで。そうですよね、農家 の, 息あの農家のドラ息子なんで。そうですね。おい否定しろ。えドラ息子って言うとこ否定しろ。いやだってね、誰がドラえもんじゃい。ドラえもんまでは言ってねえよ。誰がドラ焼きばっかり食べてるドラえもんじゃい。お前ドラ焼き食ってたっけそんなに。うんうんうん、食べてないな。食べてないだろ、うん、否定なんてできねえよ。そので最初で良かったじゃないか。ドラ息子でドラゴン息子じゃもう ないんだけどな。ドラゴン息子ってなんだよ。むしろドラゴン空団みたいに二重人格じゃねえからね。いやドラゴン息子って違う意味で思ってしまったから笑っちまったよ。シェノンかな。願いを言え、どんな願いでも話だけは聞いてやろうってか。もう一個これが欲しいです。自分で買え。おいおいお前聞くだけだよ。だから言ったよ、ね、話だけは聞いてやるって。おいおいシェンロン、ちゃんと答えろよ。願い叶えろよ。いやだから願いを言えとは言ってるけど叶えるとは一言も言ってない。話だけは聞いてやる。叶えてください。回答してるだけでもマシだと思わないと。普段回答してねえのかよ。それもしねえな、うん、聞くだけ聞いてシュンって消えるのかよ。まあいねえな。
から願い言われたらそうかって言うだけで終わりよ。はいはい。あ、一応ねこのイベントの方は、はい、あの前半戦は3月4、5とやってます。はい。で来週の方に第2回があって、そちらの方もちょっとメニューが変わった状態なんですけども、12時12とやってます。ほう。ですんであのもしねあの行ける方は、はい、奈良県お越しの方は、まあ、よかったら、唐子遺跡のところなんで、国道24号線沿いですね。はい。もしあのちょっと車では行けないよという方は一応バス出てるみたいなんで、はい、駅からもバスは出ておりますので、よかったらあの遊びに来ていただければと思います。ただ必須なのはビニールシート持っていてください。そうですね、ビニールシートはいるかと思います。もしくはテント。あ、テントを立ててる方は結構多かったですね、お客で。ただあのペグ刺しちゃいけないんで完全に置くタイプです。はい、それだけです。あと犬持ってきていいです。犬持ってくる。犬は持参物なの。持参物だろ。まあ野放しにするのはちょっと NG かもしれないっていうか、え、ありなのあれ。まあいっぱいいたけどさ、一応犬 OK だしよ。あとよくは知らないんですけど、扉の全く開かないトイレもございます。ありましたね。はい。開けてよ開けてよ、もう出ない。扉開きません。あの、行ったら意味がわかると思います。はい。扉は開きまへん。はい。まあ一応公園内にもね、トイレがあるので、はい、すっごく並んで待ってください。そうですね。はい、はい。以上。はい。今日買ったものと、買って食べたものを紹介しました。はい。はい、買い替えずですよ。うん。いや、レーザー欲しいな。どっかあれば買おう。うん。買ってもらおう。買ってもらおう。矢崎さんに買ってもらおう。買わねえよ、自分の分しか買わねえよ。なんでだよ。そんな天元この日のためにいい子で過ごしてたのに。いい子、めっちゃいい子で過ごす、いい子で過ごしてたのに。いや、いい子では過ごしてないな。季節外れのサンタさん。季節外れすぎるでしょ。もうあの赤い服見るだけでクソついたクソ野郎って思うような、ね、サンタさん。いやー、まあ我々も今、まあ第一スタジオといいますか、まあ天元のね、マイカーの中でやっとるわけなんですけれども、めちゃくちゃ暑い、はい、いや今日いい天気なんでね、密室で喋ってトークするとめちゃくちゃ暑い。暑いです。はい、はい、もうちょっと暑いんでね、熱暴走起こして変なこと言いそうなんで、ちょっとここで切ります。はい、はい、皆さんアイス買って解散。アバタケチェスト来るしよ。いつでも愛がある気に入ってくきすみ、忘れられないから僕の大事なメモリ、どら焼きは主食になれない、ならば不安がきしちゃえば僕の思い通り、ずっとそばで見てるよ、バックアップは任せて、左から右へと激ごがあちこちどち、君はここにいるの、バスでまだ先でしょ、いい加減に小指から見えないと主張しない、乾いた瞬間の音合間ごと尺に触るようなピークをしてるからに決まってんじゃん、子供信じて幸せになれるように礼儀らしく、また些細な挨拶のとこからあるレディ、いつでも愛なる君に似ているキスに、忘れられないから僕の大事なメモリ、ドラ焼きは主食になれない、ならば君は隠しちゃえば僕の思い通り、夢からピピ冷めないで冷めないで、ぬくもり逃げないで、まだ朝はたっぷりあるからあと5分、40分待たせて。